こんにちは、デリッシュキッチンです。キムチチーズもんじゃを作ります。キャベツ2枚は粗く刻みましょう。キムチ 80g も粗く刻みます。豚バラ薄切り肉 80g は食べやすい大きさに切りましょう。ボウルに薄力粉 30g と水 200cc、 ウスターソース小さじ1を入れて混ぜます。ここにキャベツと豚肉、キムチ、ピザ用チーズ 30g を加えます。下からすくい上げるようにして混ぜましょう。ホットプレートにサラダ油小さじ1を薄く伸ばして熱します。具材を入れて豚肉に火が通るまで炒めましょう。お使いのホットプレートによって火力が異なるため、様子を見ながら加熱しましょう。炒めた具材で土手を作り、2、3回に分けて中心に生地を流し入れます。具材となじませながらとろみがつくまで加熱しましょう。全体を混ぜて薄く伸ばします。お好みの焼き加減まで加熱して完成です。以上、デリッシュキッチンでした。